皆さんこんにちは、ケンです。本日はタイトルの通りなんですけども、インスタグラムでは、ちょこちょこ言ってたんですけど、私のグラベルロード 3T エクスプローロ、こちらをですね、実は今分解しておりまして、もうこのように、なぜ分解したかっていうと、1年ほど前から、コツコツですねグラベルパーツを集めてまして、今回ようやく1台分組めるようなパーツが全て揃いましたので、エクスプローラーをですね一から組み立てていきたいと思ってます。その前段階として、コツコツ1年間かけて買ってきたパーツをご紹介したいと思います。はい、まずメインで組むコンポーネントのご紹介です。メインで組むコンポーネントは Shimano の GRX、 こちらの800番台、いわゆる、GRX でいうところの、一番上位モデルですね。ロードコンポでいうと、アルテグラクラス相当にはなるんですけども、こちらを、ラインナップいろいろあるんですけども揃えました。まずご紹介するのがこちらレバーですね。で、左が BL-RX810 っていうものになりまして、こちらにつきましては変速のレバーがありません。フロントシングルで組みますので、もうブレーキ機能のみの GRX です。で、こっちが右側ですね、 STRX810、 変速がちゃんとついてます。11段変速ですね。なぜこのレバーを選んだかっていう理由なんですけど、今こちらに105 の、油圧モデル、これが STR7020 っていう105のロードコンポがあるんですけど、やはりそれと比べるとこのブラケットカバーの滑り止めっていうのが GRX の方がかなり強力ですし、私の乗り方的にオフロードがメインで走っていくかなと思いますので、やっぱり GRX にしました。比較すると若干ここの当たりの指の当たりのとこが面が広くてですね、結構引っかかりやすいです。こっちはちょっと、ロードコンパ丸みを帯びてるような形ですね。で、それに合わせて、これもちょっと思い切ったんですけど、GRX の、ブレーキキャリバー BLRX810 の、フロントとリアになります。はい、これですね。参考までにロードコンポの105のブレーキキャリパーもあるんですけども、このブレーキキャリパーに関しては正直こういった105とあまり変わりないかなと思ってます。なんなら400シリーズでも良かったんですけど、 GRX の400シリーズのキャリパーはもうすでに使ってますので、今回はその違いを体感するっていう意味でも800シリーズを購入しました。800シリーズレベルになるとこういうふうに高級なパッドがついてきます。これは L03A のレジンパッドで、さらにここにローターを冷やすための、フィンといいますか、アイステクノロジーっていうのが搭載されているようなちょっと高級パッド最初からついてますので、下りなんかでは、明らかな差が出ると思います。それに伴ってデュラエースのこれもローターを早く冷やすように、ここに扇風機みたいな羽フィンがついてるんですけど、っていう相性もどうかなっていうのは楽しみですね。で、さらにちょっと面白い、これは本当に興味で買ったものになるんですけど、これも手に入れるの苦労したかな。これは BL-RX812 っていうものになりまして、補助ブレーキですね。ハンドルにつける補助ブレーキになるんですけども、これは必要がなかったんですけど、ちょっと勉強のためにブリーディングしてみたいなと思って買いました。これは結構気をつけないとブリーディング失敗するでしょうね。まあやっぱここにホース接続してここにもホース接続するっていうことなのでちょっと不安ではありますけど、まあこれちょっと使ってみたいなと思って今回購入しました。でこのハンドルにこの補助ブレーキをつけるんですけども、なんとかつくかな、ギリギリつきます。ただしちょっとケーブルの取り回しが今悩んでまして、実際に組み付け開始して作業しながら考えていきたいと思ってるんですけど、これが 3T のフレームでここなんですよね。トップチューブの上からホースを入れるっていうような構造なので、でこの補助ブレーキ下からホースを抜くような構造で反対にここからこう上に上げてこう入れなきゃいけないっていうとこなので 3T のフレームとは非常に相性が悪いです。ですがちょっとまあ今言ったように勉強のためにやってみたいと思います。これはちょっと最後の工程で苦労しそうですね。はい、でリアディレイラーがこれは RD-RX812 っていうものになりまして、812は、軽いギアが作れます。まあ、大きなスプロケットがつけれるようなタイプのリアディレイラーになります。これはまあフロントシングルなので、まあこちらにしたっていう感じです。後ろ最低42丁は必要かなっていうとこですので、まあもうこれしか選択肢がなかったっていうとこですね。で次にこれはもう動画で紹介してますね。一回キャノンデールにつけてるんですけど GRX810 で、私の身長がだいたい174ぐらいなので、今回、172.5 のクランク調のものをで 42T のものを買いました。でこのクランクにつきましてはこのまま使うのではなくて、これオイルスリックなんですよ。見る角度によって色が変わってくリデアの楕円チェーンリング GRX を今回こっちにつけて見た目も向上させたいなと思います。動画で紹介しているようにスパカズのコラムスペーサーと相性はすごくいいです。 BB なんですけども BB は、1回分解してみて分かったんですけど BB386EVO っていう規格のものがついてました。で FSA のクランクがついてるサイズでシャフト径が結構でかいんですね。でそれを打ち抜きまして、今回 Shimano の 24mm の軸のクランクをつけたいので、選んだのがウィッシュボーンですね。ウィッシュボーンの BB38624 24mm の、軸系のもののセラミック BB こちらを使っていきたいと思います。結構BB386 EVO に、乗ってたんですけど、あれはすごいなんかお隣がしますね。特に、グラベルとか行くんで砂利とか噛んじゃったりとかするのも原因の一つだと思うんですけど、何回かグリースを塗り直したりとかしてるんですけども、お隣がやまなかったので今回こういったタイプですね。もうプレスフィットではなくてこういうふうに両方からネジで締め込むタイプ。それに伴ってウィッシュボーンの BB386こちらを取り付けるための工具も準備しました。今キャノンデールのロードバイクスーパーシックスエボ、こちらにはスギノのセラミックベアリングパワースリーブっていうものがついてるんですけど、実際それで今だいぶ満足してまして、スギノのセラミックベアリングの方がこういうふうに専用工具、シマノのホロテック2と一緒な工具で締めれますのでそちらで良かったんですけど、これもちょっと勉強のためにウィッシュボーンっていうのを使ったことがなかったのでどんなもんだっていうのを知るためにこっちにあえてしました。そのための工具負担はちょっと大きいんですけどね、勉強のためです。でさっきにしたようにハンドルはボントレガーの 420mm でブレンダーステムカーボンステムこれですね、これを装着していきたいと思います。このハンドルはもともとグラベルのために買ったものにはなるので今回こちらを最後つけていきたいと思ってます。ペダルはShimanoの XTR の SPD ペダル、こちらをつけてきてます。完成車と違うとこはこれですね、サドルカンビウム、これは紹介済みですね。もうこのサドルの時はパッド入りショーツとかパッド入りのインナーは履かないですね。履かなくても全然こうやってもうたわんでくれますのでお尻が痛くならない。ただ弱点はすごく重いっていうのと、キシキシ音ちょっとお隣はしちゃうサドルですが結構乗り心地はすごくいいです。でブルックスといえば革を想像すると思うんですけど革と比べてカンビウムはもう水拭きで汚れが落ちるっていうまさにグラベル向きのものです。以上になりますが、いや今回かなりケーブルの取り回しが心配でして、まあここですよね。ここもうまく通してしかも緩衝材入れないと、きっとフレーム内でお隣してくでしょうし、あとここの隙間とかね、ホースが出る隙間からリアディレイラーが出る隙間かなり狭いです。で対策として、事前にそのケーブル完成車のケーブル、外す際にシフトインナーをですねホースの、通り道と変速の通り道にもう通しときました。はい、これでうまくいけばいいんですけど今回組むにあたって不安なのはそこのケーブルとホースの取り回しがうまくできるかっていうとことで、もう一つ懸念が、間違いなくこのブリーディングですね。今まで 3T ですねハンドルとサドル以外完成車の状態のコンポーネントで乗ってたんですけど、まあ特に不満はなかったです。でスラムのライバルも、まあ、ダブルタップこそ慣れが必要でしたけど不満とかはなかったんですけど BB はやっぱでもどっちみち変えてたと思います。あとクランクも、うん、FSA のクランクはどうでしょうね、いいか悪いかは正直分かんないんですけど、まあいずれにしてもちょっと BB については、セラミックに変えてたと思いますね。やっぱここが一番今までやった中で影響が出るというかカスタムするにはいいとこだなっていうとこが僕の中では BB なので書いてたと思いますけど、で今回の 3T の組み立てについては、もう全部初めて触るもの初めてだらけで変わったことをするので、不安でしかないですかね。自転車業界で1年働いてるとはいえ、まあ、私が知ってることはもうママチャリとかクロスバイクとか、まあ、そういったのがほとんどなのであまり触ってない分類になっちゃうので、不安ですが、まあ、多分これができればロード系はいろいろもう視野が広がっていろんなものが組んでいけるかなっていうところで、すごい勉強になるフレームですよ 3T は。グラベルにエアロですからね、ケーブルの取り回しがめんどくさい。はい、ではこういったところで今日は紹介になりました。次回メカニック動画を上げたいと思いますのでよかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。